さあ、ターボモデルになります。おーおー、はえ。でもこんな率直に言っていいのかあれですけど、街中 NA の方がいいんじゃないですかね。早いんですけど、ターボが働き出した時に CVT 反応が追いつかないですね、これ。やっぱ、660cc でターボで、トルクをやっぱ出したいので、ターボの下級圧がポンとかかって、働き出した時にグッと、トルク特性が、盛り上がるわけですけども、その盛り上がった時の変動に CVT 変速が間に合ってない感じの、ちょっと、ギクシャクまでいかないんですけど、ショックがあるというか、CVT ってある意味ショックがないはずじゃないですか、こういう街中とかでスムーズに行く限り。でもそれがちょっとありますね。だからそれ考えると NA が、今のこのパッケージング内で言うと、調和が取れてるんだと思います。ターボだとエンジン単体がちょっと頑張りすぎてる感じですね。しかしさっき僕 NA なので14インチですげえなって思ってた。降りて見てみたら15インチでしたね。ハイウェイスター NA でも15インチなのか。だからあんなにハンドルシャキッとしてるんですよ。でもまあその分ちょっとプルプルしますけれども、あれやっぱちょっと硬いなぁ、ターボ。なんかひょこひょこします。もうこれ十分な速さありますよ。でも硬い。曲がった時のこの素直に曲がり出す感じとか、剛性感とか、このハンドル周りの反応とかいいですね。あ、でもやっぱ大きい負荷がかかるとボディがちょっとよれますね。やっぱりボディ剛性の全体のねじれ剛性とかで言えばもうちょっと頑張ってもっていう感じは、でも軽自動車ですからそれで言うともう十分なんですけど、だからそれを望むんだったらもうちょっと重心高が低いコンパクトカーとかにすればっていうところかもしれないですけど、まあなので次なる軽自動車として狙うところはやっぱこういったところなんでしょうね。もうワン一つ、なんていうんでしょう、背の低い本当のコンパクトカーとかと、どう走行性能とかこの高速道路の安定感とか乗り味で戦っていくかっていうところだと思うんですけど、なんかね、魚で言えばカンパチみたいな、そんな感じ。もうすごいなんかキュン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 動くんですよ釣りやらん人どうすんだみたいなね。キャピキャピしてるんですよ車が。今このターボの肉、ターボの四駆だったらもうちょっとドシッと、まあそれでも硬いですけどしてるんですけど、キャピキャピしてます。もうちょっと、まあ、だ落ち着き感が欲しいんであれば四駆の方がいいんでしょうね。まあ、だからちょっとスポーティー傾向でしょ本当。車を追い込んだ時にサスペンション形状が実は四駆と二駆で変わるので、車を追い込むっていう前提で考えても四駆になるとスリーリング型なので、まあ、左右の動きがちょっと若干は変わるので右左なので、それを考えてもやっぱスポーティーに走るんであれば、走る方は、まあ、肉のこのキャピキャピ感を生かして走るのが面白いのかなっていう、そういう印象ですね。まあ、僕個人的にはもうちょっとおとなしくしてもいいんじゃないかなっていう。でもこれで足をもうちょっとおとなしく仕上げていくと、ターボの、このフル加速した時の安定感っていう意味で言うとちょっと欠落しそうですね。いやー、僕分かりました。今回 EK ワゴン、EK クロス、デイズのハイウェスター、まあこれは含めて、僕の個人的な意見で言うと、NA の肉が僕は結構乗りやすいなと。 NA 肉ハイブリッドです。ターボになると加速とかはすごいいいんですけど、足がちょっと硬くなって落ち着きがなくなる感じもありますね。それらを加味すると肉で軽快な動きがありながら街中から高速道路まで
程よい加速力を持っててスムーズさも持っててっていう世界でいうと本当、うん、ハイブリッドの肉の NA ノンターボが僕はおすすめですね。ホイールはサイズは街中走るんであれば絶対14インチですけど、高速道路来るとまあだからうるさいのをどう捉えるかですね。このロードノイズ、今も荒れたアスファルト路面の道を走るっていうんであれば14インチ、15インチだとちょっと高音のこうっていうロードノイズ系がやっぱちょっと気になるかな。でも15インチの方がこういう曲がってる時の反応がすごくいい。まあそれでも若干よれますけど、なんとなく答えが出てきました。整理できました。2日間かけて。お、前のクラウンかっこいいな。あれ RS ですね。シーケンシャルウィンカーだったので。今度クラウンも動画作りますね。実は、神奈川トヨタさんの動画で釈由美子さんに助手席に僕が乗って解説しながらっていう動画はあるんですけれども、僕自分で運転その時してないのでいろいろ伝えたいことが全部込められなかったので、ちょっと今度クラウンも改めてやりたいなと。はい、来ました。だ足がちょっと固め、バネが固めなので沈もうと沈んだ時にポンって跳ね返される感じがありますね。でもそのぐらいのバネの力がないとやっぱこのターボの加速力を生かして気持ちよく走ろうって言った時に耐えられないんだと思いますね。燃費はターボ 15.9、 みんな踏むからしょうがないのもありますけど、ターボになるとターボをどんどん働かせようとするのか結構簡単に3000回転とか回っちゃうんですよ、ゆっくり踏んでても。なのでそのあたりもやっぱ燃費系の CVT の味付けとかっていうよりもなんかちょっと違いますね。CVT の味付け自身を見ていても、ターボ専用、加速専用、気持ちよくいつでも加速させてあげますみたいな準備をいつもしとくみたいな、スムーズに操作してる分には、まあ、剛性不足感も全然ないですし、ちょっと激しい走りをすると少し後ろと前が不一致感は出ますけども、シャージレスポンスが落ちる感じはありますけど、まあまあしかし100、これで62万円とかそのぐらいですかね。これで鉱石半端ない、広くて荷物も詰めてっていうこの実力考えたら、いやー軽自動車魅力がどん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 高まってきますね。しかも今はホンダのやっぱ N シリーズがもうデザイン性をとことん上げてきたので、軽自動車は今デザインが良くないと売れない時代になって突入したので、なのでデイズにしても EK にしても、あの EK クロスを出したり、デイズもハイウェイスターをがっちり仕上げてきたり、さらにはボディ色を17色も揃えますとか、そういうの含めて、そうですね、やっぱとことんやんないともう売れない時代になりましたね、軽自動車。他の市場よりもデザインに対して結構評価がはっきり分かれると思います。見た瞬間にあかっこいいって思う車はドーンってやっぱ売れる傾向はありますね。やっぱちょっと硬いですね、ターボコンコンという突き上げ感とか、あの鋭いっていうか、まあ結構ダンパーは効いてます。あのダンパーの容量も増やしたって言ってたので、あの調整幅増やしたっても言っていたので、軽乗車にありがちなダンパーの減衰量が効いてないとかそういう感じはないですけれども、結構やっぱ元のセッティングが硬いので、あの角はちょっと丸まってはいるんですけど、突き上げとしてはドンって入りますね。シートも結構これだけクッション性があるのにあれだけドンって入るってことはやっぱ結構硬いんですね。まあやっぱそう考えると、まあターボのこの加速力もとってもとっても魅力的ですけれども、
改めて僕個人的には NA かな。 NA の街中とかめっぽうやっぱ走りやすかったですし、スムーズですし、このターボ特有のキャピキャピ感もないですし、なんか不思議な感じです。なんかちょ落ち着きなよみたいな、なんかそういうの言いたくなるぐらいなキャピキャピ感がターボにはありますね。まあ好みだと思います。この乗り味好きな方もたくさんいらっしゃると思います、スポーティーな車好きの方で。まあそう考えるとなんか選択肢すごい多いですね。今回は EK ワゴン、 EK クロスも含めた上でデイズのハイウェスター含めてすごく選択肢が今回は多いと思います。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。またまあこれをやっちゃったってことは、改めてホンダの N ワゴン、 N ボックス系もちゃんとやった方がいいってことだな。